農林水産委員会会を開会いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。土地改良法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、外務省大臣官房新官、大鶴哲也君、ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご異議ないと認めさえ決定いたします。土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。